でも友達がこの前言ったんですけど、ずっと都会に住んでた時はアマゾンで買い物するなんて意味がわからないって言ってたんですよ。最近友達ちょっと遠くに住んでるんで、アマゾンってすごい便利なんだなってのが、そうだよ、今わかったって言ってた。特に田舎の方がアマゾンはありがたいよね。都会だったら、都会の方がありがたい気がする。都会の方だろう。なんで？だって選ぶのめんどくさいしさ、うん、明日いると思ったらお急ぎ便で買えばいいじゃん、うん。いやだって田舎だとあれだよ、リアルのお店がないからそれもできないんだよ、見に行けない。そう、田舎のはね、やっぱインターネットの恩恵はすげえあるような気がするんだけど。田舎の人知らなくない？そう、知らないんだよ、ね、まず、ね、でも知らないし、その通販なんかネットで買うの怖くないみたいな感じだから。量販店行ってみたんですけど高いですよね、そうそうそう、とか言われて、いやすげえ、これアマゾンで見るとすげえ安いんだけど意外とね、だからね、田舎の人の方が高い買い物してたりするんだよね、うん、そうだよね、地元帰ると特にそれは、うん、でも確かに地元の場合は量販店じゃなくて、うん、なんか家に来るおじなんか、あるある、馴染みの ね、ちっちゃい電気屋とかね。僕昔その怒ったことがあったんですよ、うん、おばあちゃんの家衛星のアンテナついてないのに、うん、衛星放送機の移動デッキ買わされてるんですよ、うん、ね、それだけで 3,4 万値段変わってて、うん、絶対向こう衛星放送もつけてるの、うん、つけてないの分かってるはずなのに、うん、なんでこれを買わすのかが完全に策略だなと思って、うんうん、テレビとかも全部ついてるのに BS ついてる、当時はなんかついてるとついてないやつが出たんで、よくある話だよね、あるある、そういうの完全に騙されてるじゃん、田舎だとよくあるんで、そういうのっていうかね、電気が分かってなくて売ってたりするんだよ田舎は。ああまあまあまあね、確かにそれくらい怖いよね。でもなんか取り付けに来てくれるから嬉しいみたいな感じあるある、そうそうそう、なんかほらなんかあったじゃない、どうだっけ、栃木か群馬で、そう、あの高いんだけれど、その相談にめちゃくちゃ乗ってくれるっつんで、うん、お客さんが絶えず来てるっていう、介護タクシー代わりにあの車用車使ったりとかものすごいサービスをしてると思ってこれはでも確かに ね、お年寄り向けにはそういうのはいいかもしれない。ビッグカメラには勝てないよね、そこはだってさ、安さじゃないじゃん、もう、うん、そのお年寄りからしたらお金を持ってるけどさ、結びつきだよね、サービスを買いたいわけじゃん、うん、その店員さんとかのさ、そのアフターフォローとか欲しいわけじゃん僕もこれからそうなるのかなみたいな、電気屋が近くにあんまないんで、今までやったら今どうしたの、アマゾンで買わないの？まあ、あんまし買わないんで僕。あ、そうなの？皆さんほど買ってないんで、そんなお金持ってないから吟味しながら買ってるんで。ああ。カード爆発しそうでさ、今さ。そうなんだよ。旅行前にちょっとつぎ込んじゃって、大変なんだ。なんか、すごい羽振りがいいなぁ。全然良くない。でもさ、今使って、このケーブルさ、560円だから、うん、これさ、俺が買おうと思うとさ、池袋まで出なくちゃいけなくて、大きくて、そうなんだよ、400円で出張結局ね。交通費がね、うん。そうなんだよね。それただで560円の品持ってきてくれるんだからすごいよね。確かに、うん、やっぱ、うん、アマゾンはそのなんだ、送料無料にしてから爆発的に利用するようになったから、ね、昔は違ったんですか？楽天は違った、うん、そうそう、うん、今だからみんな対抗してるんでね、その送料無料をやりだしてるんですか、うん、確かにそうですね。あれでも誰か一抜けやったらさ、流通業ぶっ壊れるよね。だって嫌だって断ったんじゃなかったっけ、どっかが。あそれはどうだっけ、うん、あったあった、ね、その話は、うん、分かるよね、嫌だっていうのもねそりゃあれ運送あれだってにはあんまし利益がない、えらい単価安くやってるらしいよ、うん、だ薄利多売なんで、あのあっちの方は運送業の方は、うんうん、仕事はあるだろうけど、一個一個でも受けないと、そう受けないと、ね、その会社も回らないし、うん、これからはね、もう通販での需要は伸びるから、うん、そこ、うん、そのパイを逃しちゃうともう次がないわけ、うん、トータルで儲けよって話なんだろうけど、儲け薄いよ、ね、ペリカン降りたよね、降りた、ペリカン降りたね、あ昔はペリカン、アマゾンもね、やってたけど、いまだにだって倉庫一緒だもんね、ペリカン、ああそうなんだ、あっちの千葉の方、はいはい、千葉ね、うん、でっかいとこあるよね、うん、まあ結局安く買えたり便利になる、うん、裏では泣いてる人もいるってことだよね、あるよね、それはしょうがないけど、うん、お二人年間どんなに買ったのか、うん、ここに、ね、この二人だってここ限定だよね、この二人、うん、開けずに箱を腐らせてる人、そうそうそう、ジェットさんのあの山さんってヤマゾン、ヤマゾンこの下からこうガーって何ヶ月かバンドキャプチャーとかなんかあれは9ヶ月あれ最長です、僕9ヶ月開けてなかったいやなんか難しいじゃないですか、ああいう機器ってなんかちゃんと説明すると難しいなと思ってそっか、瀬戸さんとかは
開けるところからスタートするから開けられなくなっちゃうんですよね。そっか、大変ですね、それは。いやだって開けたらビデオはきついよね、結構。そうですね、全部準備してから開けなきゃいけないから。俺開墾レビューやめたもん。あ、正しいね。開けていけなくなっちゃうんですよね。なんかヨドバシとか行った時に、うん、なんかあ、このこれ動画で何かあったなって見て、うん、ジェットさんの1分とかのテープってすごい助かるんですよ。あとは全部完結したのがそこで見れて、あ、これこんなんだったっていう。レビューは実用だね。そうですね、それはすごい助かりました、ね。今から箱開けますとかってやっぱいらないっちゃいらないよね。違うものですよね。あれはだから、あれが楽しみな人が見る。そう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 、そういうショーをやってるんだったらそれでいいんだけどね。その人のキャラが面白ければそれは成立するから、うんうん、それはね、あるべきなんだよね。ずっと動画は1分以内だってずっと言われてたのに、もう10分以上やってて、すごい10万人の視聴者が、うん、ね、見てるんだもん、すごいなとかって、うん、だから瀬戸さんのビデオ隙がないんだもん。どっから見始めても面白いからさ、ちゃんとさ、ね、なるほどねって思う。本当にもう疲れてきちゃって最近。ここでバックロジック低い声であんまり言わない。子供のテンション落ちちゃうから疲れる。疲れますよね。そりゃ疲れるよね。疲れますね。だから気抜いてやりたいですね、本当に。あ、マジだったって僕みたいに打つとか。出た。だってそのぐらいの勢いでやられてるような感じします。あんだけファンいて、いやその分プレッシャーもあるわね。いやだってもう確実にファンじゃないですか。もう10万人ってはもうファンとしか言いようがないじゃないですか。興味がちょっとあるとかじゃないですかね。1週間お休みしますって言っただけでさ、あ、ちょっとそんな生半可なことでいいのかとか。わけが分かんないじゃん。誰なんだそれは。それゴールデンウィーク休むのは生半可だな。なんかさ、その YouTube の中でさ、YouTuber 評論家みたいな人いるよね。あれなんだ。なんか辛口の人いるよね。でコメントたどってくとさ、全部ネガティブコメント、ね、あるあるある。いやーって思ってブロックする、ね、まあブロックでしょ。普通だよねこの対応。あれはかまってほしいだけなのかな。確かにね、結構それで言い合いになっちゃうよね。なんかご飯食べるときは自分の方に最後向けるね、ジャジャンでしょみたいな感じで言われたから、なんかもう僕はああいう人だとはちょっと違うからと思って、ね、適当にやってんだからほっといてくれよと思って。そしたらちょっと、あ、なんかあの文句言うわけですかみたいな感じで言って、結構、ね、いやもう見ないでくださいって言ったんですよ。別に僕の見ても何のあなたにも見えてないし、正論だよね。僕のは自分のただ今日楽しかったですっていうのをアップするだけだから、みんなが見せるために、まあたまたまもうそこにあげるのがあの面白いからやってるだけで、他の友達が本当に 2,3 人が面白かったって言ってくれたらそれだけでいいんで、君たちのこうガンとかジャンとかに付き合ってるわけじゃないからって言ったら、結構言われちゃって、あ、そういう風に言ってくるわけですかみたいな感じで言われて、よく言うだろお前って話でさ。本当に、まあ、見ていただくのはありがたいですけどね。文句言われるとこ。ありがたくねえよ、そんな人って。ありがたくないね。そこはだから、本当にさ、難しくてさ、俺ほら、あの、金丸祭りの動画上げたじゃん。あれで、去年はさ、そんなにあれは、その反応とかなかったんだけどさ、やっぱほら、瀬戸さんとかがさ、こう、いい評価とかしてくれるとさ、そっからいっぱい来るわけ。それで、やっちゃいましたから僕。それで、すげえ来たおかげで、18金の1回になっちゃったよ。ジェットさんもなってますよね。それ食らって。僕昔上げたけど全然ならない。金丸要注意なんだ、あれは。あれは、で、多分ね、槙野ちゃんが悪いんだけどね。それで、あの、見に来てくれた人が、こんな下品なのっていうんで、多分あれいろいろほらあの申告できちゃうじゃない。ボタンついてるね。そう、うん、そのそうじゃないですよっていうのが出せんのよこっち側で、うん、で俺それ出して元に戻ったんだけど、うん、なんかさそのなんだろうな、そこをさこあれはああいうもんじゃんもう。まあそうですね。それをさ、なんか下品ですとかさ、瀬戸さんがこんなのに高評価つけるなんてって俺のとこ俺のところでそれを書かれてもさ困るわけよ。いつも見てくれてる人はさ分かって見てくれてるけど、そうじゃない人が来た時にこうちょっといろいろねトラブルに起きやすいっていうのはあるよね。何度も言っちゃうけどテレビじゃないからね YouTube ね。使い方次第なわけでさ。でも普通にさ正規進行なんて祭りの基本じゃん。
まあまあね、当然そうだしさ、まあそのちゃんとさ、そういうちゃんとしてる人にちゃんと俺もさ質問返して、こういう祭りであって別にエロが目的じゃないんですよ、ちょっと豊穣なわけですよ、そうそう、で子供も祭りにも来てるから別にそんな18禁になるようなコンテンツじゃないんですっていうのはね、あの YouTube にはそういうふうに送信しといたけどさ、確かに、でもあなんかあの形のキャンディーとか売ってますよね、売ってる、いやあれは紛れじゃない、あれはあれはあいつが悪いじゃない舐め方がね、いやらしいよね、あれはね、YouTuber とにかくエロに厳しいからさ、異常に厳しいよね、ね、お前どうやって生まれてきたんだ本当だよね、あれは本当ちょっとびっくりするね、しょうがないよな、グーグルやってるからさ、まあね、それもしょうがないはしょうがないんだろうけど、ニコ動とかって消されたりとかある、ニコ動の方が緩いんじゃないですかね、アダルトに関しては、あとはほら、こう根っこがアメリカと日本だから、ニュアンスの取り方も違うでしょ、随分、それで差は出るんじゃない、最近全然違う話なんですけど、新宿のツタヤがなんか生まれ変わるって書いてたから、 何に生まれ変わるのかなって、アダルトビデオがいっぱい増えましたいいじゃん、いい話だねそれえ、それだけなのと思ってだいぶ前からすごい書いてあったの、なんか告知みたいな感じでツタヤが変わるみたいな感じ、業界新刊なんだねそれね、そしたらなんかアダルトコーナー8階に全部8階アダルトコーナーなしですよね、すごいなと思って、それを堂々と書いてあるんですよ、それはもうあれですよ、結果これだったの、アダルトビデオが増えたっていうのを、いやいやいや、自信満々に業界革命みたいな感じで、カルチャーコンビニですかカルチャーの復権なんですそれはカルチャーだからまあまあまあカルチャーカルチャーですかね、だってあれじゃない、ほらその逆はあれでしょ、ビレッジヴァンガードでしょ、ああ、エロなことしたじゃない、ね、あれは衰退だよね、カルチャーの、ビリッジヴァンガードなんかサブカルなんだからエロもありなんじゃねえかなと思うけど、やっぱちょっとこう女子向けっていうか、サブカルチャーに女にしろよお前、ひよってる感じがするよ、なんか吉祥寺のビリッジヴァンガード潰れました、ないの、地下潰れたってどこにあったか知らないけど、地下とパルコあるじゃない、あじゃあ2個あったうち1個が潰れたんだね、はい、もう1個しかいらないってことになったんだね、あだからあと分かんない、今そのフランチャイズもやってるからさ、FC が都合で潰したとかそういうのもある、ああなるほどね、分かんない、昔でも本当に入ったらワクワクしましたよね、なんか今ちょっと減ってきたなって感じが、残念なのはだからあの雑貨全体なんだけど、どこに行っても同じものしかないんだよ、もうああでもそれは確かに俺実店舗でワクワクすることないもん、掘り起こされ尽くしてるのよ、だから今言ったの多分その分かるんだと思います、情報ありますよ、吉祥寺は4月末で閉店だったようなと、吉祥寺どっちだろう、お店どっちなんだ、2個あったんですか、地下かなパルコかな、ギフトショーってのが、はいはいはい、で年2回あるんだけど、あれに行くと大体あるんだよね、何もかもが、それでもうその海外に行って探すとそのギフトショーにあるのよ、東京帰ってきて見るとっていうその状況がもう20年近く続いちゃってるから、それは残念つまんなくなりますよ、で面白いのはだから今はそっちからガジェットになったんですよね、ほらこうなんだっけ、キックスタートでやるやつが出てきたりとか、 あとは全然無名のあの会社が急にガジェット作ったりとかっていう感じじゃないですか今、だからより雑貨的になってきてて面白いなって俺は思ってます、ジェットさんが実店舗であんましワクワクしないと思う、なんとなく秋葉原に最近ワクワクがしなくなっちゃって、昔はすごく好きだったからよく行ってたんだけど、店員に聞いたってさ、ネットで調べた以上のこと出ないんだよ、そうなんだよ、まあそりゃそうだよ、辛いとこだな辛いとこだな、なんか上海問屋が新しく、おお上海問屋ドスパラに入ってる、ね、ドスパラの中に入ったから行ったんだよ、これ物見て買えるから楽なの、だけどなんか昔に比べてちょっとワクワクが減りましたよね、もうこの上海ではもうウェブで見た方がワクワクするんですよ、そりゃそうだよ、でもこの、上海ではのなんかね、魚眼レンとかが見たくて、置いてないんですよね、安いやつ、あれなかった、ありました、あったよ、あ、じゃあ今ほら裏返しにできるやつ、はいはいはい、あったあった、あ、じゃあ今置いてあるんだ、うん